それではよろしくお願いします。チームのお名前と、監督さんのお名前を教えてください。スミダージャガーズ、私田代と言います。チーム創設はいつ頃ですか？1969年、46周年になりますよね。練習日時はどうなっていますか？練習日時は、まあ、通常土曜日曜を祝祭日は全て、練習場所はどちらでしょうか？練習場所はですね、東隅田野球場、それから荒川河川敷の鬼怒川野球場というところで主にやっています。今年の主な成績を教えてください。まず全日本の東京都大会で、まあ、3回戦進出、それから秋季大会は第3位、後輩で準優勝、それから J 君カップ優勝というところです。チームの考え方を教えてください。はい、まあ、チームスローガンとして、感謝、謙虚、賢明ということで、まあ、3K ということで、スローガンに挙げて、選手には何しろ感謝をして、謙虚に一生懸命なさいということを指導しています。費用はおいくらぐらいかかりますか？毎月2500円です。選手は今何名ぐらいいらっしゃいますか？6年生が12名、それ以下の子で、11名ですね。練習や試合でご父兄のお手伝いは必要ですか？応援してくれることは非常にありがたいことですけども、特に強制的に何をしてくれということはお願いはしません。体験参加などは可能でしょうか？最後に監督さんをやられていて、やっていてよかったこと、あるいは今お悩みのことなどございましたら、お聞かせください。私も、まあ、少年野球に入って13、4年になるんですけど、やはりその子どもの、その、まあ、視覚障害の考えではなくてですね、やっぱりその逆に我々があっと思わされるようなことをしてくれる、まあ、子供にいつも感激させてもらえるというのは非常にやっててウキウキワクワク楽しい部分もあります。